ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は2023年2月28日にギリシャで起きたギリシャ列車正面衝突事故を紹介していくぜ。それって列車が、電車と電車が正面衝突した事故ってこと？一体なんでそんな事故が起こってしまったの？その通りだぜ。これは同じ線路を走行していた列車が正面衝突してしまったという事故だ。例えば自動車が正面衝突するのは、居眠り運転などで車線をはみ出してしまったりする時に発生することが多いからイメージできるけども、線路を走る電車で正面衝突っていうのは不思議だよな。本当に不思議よね。それに電車の正面衝突ってことは、とても多くの犠牲者が出てしまったのかな。うむ。この事故は多くの犠牲者が出てしまった大惨事だったんだ。事故の死者数は57人、負傷者数は130人にも上る。57人も、ああ。負傷者の中には25人の重傷者も含まれている。また、犠牲者の多くが大学生だったんだ。一体どうして、通学中の時間帯だったから？まあ、そう思うよな。しかし、事故の発生時間は現地時間の23時21分だった。事故が起きたのは夜中の遅くだから、通学時間とは違うってわけだ。それに学校から帰宅する時間にしても遅いね。そうだな。これは事故が起きたギリシャという国を考えるとわかると思うんだが、この年の2月28日は四旬節の期間だったんだ。四旬節？ごめん。四旬節って言われても普通は知らないよな。四旬節の期間っていうのは、復活祭の46日前の水曜日、灰の水曜日から復活祭の前日までの期間のことを言うんだぜ。一言で言ってしまえば、復活祭の準備期間だな。復活祭っていうのは、日本だとあまり有名ではないかもしれないけれども。復活祭ぐらいは知ってるわ。ほら、イースターエッグとか。そう、それ、復活祭の日は年によって変わるんだが、だいたい3月終わりから4月中に行われることが多いんだぜ。それで、2月28日は四旬節の時期だったので、地元に帰省する大学生が多かったんだ。なるほどね。それで大学生が多く乗車していた電車だったのね。ああ。帰省中に起きてしまった。痛ましい事故だよな。さらに乗客の中には子供や外国の国籍の学生もいたんだ。ああ、ヨーロッパだと国境を横断する列車もあるから外国籍の人もいたのね。そうかもな。外国籍の犠牲者の中にはアルバニア、キプロス、ルーマニア、バングラディッシュの人たちがいたんだ。そして、その国境を横断するというのが、この事故の重要な鍵になるんだ。それって一体どういうこと？つまり、日本でもそうだが、鉄道会社や地域によって電車の線路やシステムなどの規格が違っていたりするってことはよくあるんだ。JR 東日本が発行する IC カード乗車券のスイカだって、全国の鉄道会社の改札で使えるようになったのは、サービス開始から10年以上経ってからだしな。なるほどね、そう言われるとそうね。例えば、海外に行くときには、プレイステーション用の変換プラグを持っていくものね。指摘の通りで、国によって電気の規格が違うから、日本のコンセントと違ってそのままでは使えないからな。確かに海外旅行や海外出張には、スマホの充電用とかに変換プラグを持っていく人が多いな。つまり、国によって違う規格などを変換する装置やシステムがエラーを起こしたってこと？そういうわけではないのだけども。では、わかりやすく説明するために、時系列で事故の経緯について順に説明させてもらうぜ。よろしくお願いするわ。さて、まずは、正面衝突してしまった電車について説明するぜ。正面衝突した2つの電車は、民間の鉄道会社であるヘレニックトレイン社が運行する旅客列車 IC62 旅客列車と交番と輸送用コンテナが積まれていた貨物列車だ。つまり、貨物列車と正面衝突してしまったのね。そうだ。もし貨物列車でなくて、乗客を乗せた普通の列車だったら、さらに犠牲者は増えていたかもしれないな。そうかもしれない。ちなみに、どちらの電車が誤った線路に入ってしまって、正面衝突してしまったの？ああ、それは旅客列車の方だったんだ。貨物列車は通常に走行していたんだ。だから、旅客列車について詳しく紹介していくぜ。なるほど。つまり、旅客列車の方に原因があったわけね。そういうことだな。旅客列車はアテネテッサロニキ本線を走行していたんだ。ギリシャの首都であるアテネからギリシャ中部のテッサロニキに向かう電車だったんだ。例えば、日本でいうと東京駅から出発する電車みたいな感じね。そうだな。
そして、旅客列車は、現地時間の2月28日の19時30分にアテネ駅を出発した。時刻表の予定では、19時22分に出発予定だったのだけれども、この日の未明にパレオファルサロス駅の電力網が爆発した事故でダイヤが乱れてしまっていた。そのため、予定から約8分遅れて旅客列車はアテネ駅を出発した。ちょっと待って、駅で電力網が爆発事故？うん。ただ、この爆発事故は今回の正面衝突事故の原因ではないんだ。けれども、近年のギリシャの鉄道では、こういった事故が多く発生していたと言われている。何か嫌な予感のする話ね。それで、19時30分にアテネ駅を出発した旅客列車には約350人の乗客が乗っていた。ちなみに、乗客が350人っていうのは多い方なの？どうだろうな。日本の電車だと1車両の乗客数の定員は約150人と言われているから、そんなに多くないかもな。満員電車の1車両に300人くらいの乗客がいるから、満員電車にプラスアルファの人数と考えて良いかもしれないな。なるほどね。それで、事故が起きる23時までは無事に走行していたってことよね？ああ、その通りだぜ。問題が起きたのは、事故現場となった首都アテネから北に 200km ほど離れたテンピという町の近くにあるラリサ新駅を通過した後だったんだ。つまり、事故現場の直前の駅を出発した時に何かトラブルが起きたってわけね。そういうことだ。さて、事故の原因についてだが、ラリサ新駅の駅長が、誤って線路のポイント切り替えを行わなかったんだ。そのため、旅客列車は貨物列車が走行している線路に入ってしまった。そして、23時35分にテッサロニキ駅に到着予定だった旅客列車は、テンピ市とエヴァンゲリスモス市の中間地点で貨物列車と正面衝突した。旅客列車がトンネルを出ようとした時だった。それじゃあ事故の原因はヒューマンエラーってこと？駅長が操作を間違えてしまっただけなの？つまりはそういうことだな。それに夜中で旅客列車がトンネルを出ようとした時だったから、緊急停車をして正面衝突を避けることもできなかったんだ。そして、旅客列車は時速140キロから160キロの速度で走行していたと推定されている。でもちょっと待って。人為的なミスが起きてしまったとしても、それを防ぐシステムやチェックとかがあるものなんじゃないの？そう思うよな。実はラリサ新駅には線路の分岐器の進路を自動で切り替えるシステムが設置されていたんだ。だけれども、このシステムがバグで動いていなくて、人の手による切り替えが行われていたんだ。また、信号操作も人の手で行われていた。なるほどね。システムがメンテナンス中で動いていない時に事故が起きてしまったというわけね。いや、一時的なシステムメンテナンスではなく、ずっと動いていなかったんだ。は、さて、冒頭に話した鉄道会社によって規格が違うってのは覚えてるかな？ヨーロッパの鉄道は国境をまたぐこともあるので、統一した規格のシステムの導入が進んでいるんだ。それでギリシャでも ETCS や欧州列車制御システムと呼ばれる、ヨーロッパで統一した規格のシステムを2020年に導入することが計画されていたんだ。その ETCS にバグがあって、ずっと動いていなかったってことなの？実は、ETCS の導入計画は遅れまくってしまい、事故当時の2023年でも導入されていなかったんだ。それで古いシステムがそのままで、メンテナンスもされていなかったので、仕方がなく人力で対応していたと指摘されている。それってどういうことなの？理解が追いつかないわ。ああ、そうだよな。ETCS の導入計画が遅れてしまったのは、2010年に起きたギリシャ経済危機による不況を理由に、ギリシャ国鉄がコストカットを行ったためなんだ。さっきは、旅客列車を運行していたのは民間の鉄道会社って言っていなかったっけ？そう、よく覚えてたな。ギリシャ経済危機後の2013年にギリシャ国鉄は民営化されて、イタリアの民間の鉄道会社のトレニタリアが国際入札で落札して子会社化したんだ。この会社ももともとはイタリアの国鉄で、1992年に株式会社化されたんだけどな。つまり、財政危機になったギリシャ政府が、国鉄をよその国の会社に売却したけど、結局はインフラの整備に投資が行われなかったってことね。わかりやすくまとめてくれてありがとう。結果的にはそういうことだな。だとすると、ギリシャ政府も国鉄の売却後に安全な運営がされているかどうか監督する責任があるように思うわ。俺もそう思うぜ。少し話を戻すけども、正面衝突した旅客列車は先頭4両が脱線、うち先頭2両は火災してほぼ完全に破壊されたということだ。
事故から生き延びた乗客も、多くの人がパニック状態になった。中には車両が45度も傾いて、そこに閉じ込められた被害者もいた。大惨事だわ。そして、事故が起きた直後の現場では、夜を通して救助隊による救出作業が続いたんだ。消防士約150人と救急車40台が事故現場に出動したし、ギリシャ軍にも救出の支援が求められた。この事故の翌日の3月1日から3日間、ギリシャは国全体で喪に服したんだ。きっとギリシャの国中で大きなショックを受けたのね。ああ、そうだ。NHK のニュースがこの事故の当事者の証言を報道していたから、俺からも紹介したいと思う。お願いするわ。大きな音がして、悪夢のような瞬間だった。車両が止まるまで、私たちは車内で回っていた。揺れが収まると、パニックが起きた。すぐに車両の至るところで火の手が上がった。そばで火災が起きたが近くにいた男性が車両に穴を見つけ、そこから外に出ることができた。これで当事者コメントの紹介は以上だ。生き残った人も本当に危ない状況だったというのがわかるわ。とてもショッキングな事故だったことがわかるよな。さて、事故のその後に起こったことについても説明するぜ。事故の翌々日の3月2日には、ギリシャの鉄道労働組合がストライキを行い、全国で鉄道の運行を停止したんだ。それは、鉄道のシステムの不備などを理由に抗議してストをしたってこと？ああ、それもあるな。この事故をきっかけにギリシャの鉄道運転士協会のコスタス・ヘニブニアス会長がシステムは何も機能せず、すべてが手動で行われています。アテネ・テッサロニキ間のネットワーク全体が手動モードですと、運転士に危険を警告したりするシステムがここ数年間で機能していないことを明かしたり、長年にわたるインフラの不備が鉄道関係者の間で大きく問題視されたんだ。事故が起きた駅だけの問題ではなかったのね。ああ。しかも、このヒューマンエラーを起こした駅長は、わずか3ヶ月の研修の後で40日前に着任したばかりだった。そして、そんな経験の浅い駅長がほぼ一人で運行を管理していたんだ。新任の人を一人だけで。人件費もケチっていたってことね。さらに駅長は、事故の日までに5日連続で夜勤をこなしていたことも明らかになったんだ。そんな、それは、ストライキが起こってしまうのも理解できるわ。さらに、まだあるの。さらに、事故の3週間前、鉄道労働組合は乗客を危険にさらす可能性のある鉄道網の管理上の問題を指摘していた。ひどすぎる。鉄道労働組合はずっと問題を指摘していたのね。そうかもな。少なくとも3週間前には指摘していたが、会社側は改善していなかったというのは事実だ。フランスのメディアの AFP はギリシャ人の多くが鉄道よりも車やフェリーでの移動を好むのは偶然ではない。鉄道網は数十年にわたってずさんな管理や整備不良、老朽化といった問題を抱えているからだと報じているし、そういう実態はあったんだと思うぜ。なるほど。でも大規模な電車運行のストライキが起きてしまうと、一般の人は困ってしまうわよね。普通の日本人的な感覚だとそうなるよな。実際にギリシャの人がどう思っていたのかというところまではわからないけども、ストの同日の3月2日にアテネでは2000人規模の抗議デモが行われている。それはストに対して？それとも事故に対しての抗議？事故に対してだな。正確には鉄道会社などのずさんな管理体制についてだな。それは、そうだよね。それに、さっきは実際にギリシャ国民がどう思っているかはわからないって言ったけども、この事故の犠牲者の遺族がギリシャの首相と閣僚そして当局者に対して刑事訴訟を起こしている。なので、やはり国や管理者側を非難する人は多かったと思う。それに、ギリシャ国鉄の顧問のパナギオキス・テレザキス氏からも2010年までは鉄道信号の近代化が進んでいたが金融危機で安全システムが崩壊し始めたと、いわば鉄道会社の身内からも苦言を呈されている。なるほどね。それで、ストやデモに対して国は何かリアクションは起こしたの？ああ、ストの翌日の3月3日には運輸大臣が辞任している。しかし、それだけでは、デモは収まらなかった。3月5日にはさらに大規模な1万人規模のデモが発生した。このデモでは、国会議事堂周辺でデモ参加者の一部が暴徒化し、警察と衝突したんだ。大変な事態に発展してしまったのね。さらに3月8日には、アテネで6万人を超えるデモが発生した。これはギリシャ史上最大規模の抗議運動になったんだ。このデモの影響で封鎖された学校や数日間オンライン授業のみだった学校もあったほどなんだ。つまり、ギリシャの国民から大きく問題視されたのは間違いないね。ああ、その通りだぜ。コストカットによるインフラ整備の軽視が事故を招いてしまったと国民から反感を。まあでも、駅長にもミスはあったけどな。それに事故の調査で、駅長は事故が起きる約17分前に、貨物列車が事故の起きた線路を走っていると知らされていたことが判明している。事故の直接的な原因は駅長のヒューマンエラーだ。
実際に駅長は、過失致死傷罪で逮捕、起訴されている。そうだったわね。システムの不備とヒューマンエラーが重なってしまったということよね。ああ、しかしだ。ただのヒューマンエラーというだけでない点が、問題の根っこにあるのは間違いない。人為的なミスはどうしても起こってしまうし、普通はそれをリカバーしなければいけない。しかし、実際にはリカバーするどころかミスを誘発するような環境だったんだ。しかも、その環境は長年ほったらかしにされていた。これまでに事故が起きていなかったのが不思議なくらいだわ。最初の方でも少しだけ話したけれども、実はこの事故の前からギリシャでは鉄道事故が多かったんだ。死傷者は出ていなかったけれども、うわ、まさにヒヤリハットというやつだな。ヒヤリハット？ヒヤリハットは、軽微なミスや事故のことを言うんだぜ。ハッとしたりヒヤリとしたりするような状況やミスって誰しもが経験したことあると思うけど、そういった軽微なミスが重大な事故につながると言われている。なるほどね。私も考え事をしながら道を歩いていたら、横道から歩いてきた人とぶつかりそうになってヒヤッとしたことあるわ。出会い頭の事故になりかけたというね。その時は、ちゃんと前を見て歩かないと危険だなと思ったわ。まさにそういったケースだな。事故として報告するまでもないような軽微なケースでも、それが重なると重大な事故につながるんだ。これをハインリッヒの法則というんだぜ。300件のヒヤリハットと1件の重大な事故は比例するというものだ。つまり、一つの重大事故の裏には300件のヒヤリハットがあるということね。そういうことだ。実際に製造業や建設業では、有効な法則としてハインリッヒの法則を取り入れていることが多いんだぜ。重大な事故が起こってから、防止策を講じていては遅いからな。その前のヒヤリハットの段階で対策を立てることが、重大な事故の防止に役立つんだ。その通りだと思うわ。だけど、今回の事故では、現場に機械労働組合からも対策の必要性が叫ばれていたのに、会社の経営陣や国がその声に耳を傾けなかったということよね。ああ、その通りだぜ。それに少し複雑になって混乱させると思ったからさっきは話さなかったのだけれども、実は鉄道の運行会社とインフラの管理会社は別々なんだ。そのせいで責任の所在が曖昧になっていたのも、事故につながった原因の一つなのではと指摘されているんだ。会社が別々ってどういうこと？同じグループの会社でもないの？さっきギリシャの国鉄が民営化するときに、イタリアのヘレニックトレイン社に売却したって説明したのは覚えてるか？それは覚えているわ。実はヘレニックトレイン社に売却する前に、ギリシャの国鉄は分社化されたんだ。インフラの保有と運営管理を行う会社と旅客や貨物などの鉄道事業を行う会社に分離して、鉄道事業を行う会社をヘレニックトレイン社に売却したという経緯があったんだ。それでギリシャ国鉄はインフラの保有と運営管理に集中することになったんだぜ。なんで、そんな複雑なことになったのかしら？一言で言えば経営の合理化だな。ただこういったやり方は上下分離方式といって、日本を含む世界中で採用されているんだ。NHK の朝ドラアマちゃんで有名になった三陸鉄道も上下分離方式を採用してるんだぜ。じゃあ、鉄道のインフラは国鉄が管理運営していたのね。多くの国民が怒るのも当然だわ。ああ。いろいろと事情があるのはわかるが、鉄道は公共の交通機関なんだから、安全性には気をつけてほしいところだよな。その通りよね。次から次へと事故の原因が出てきて、理解するのが大変だったけれども、結局のところ原因はシンプルな理由だったんじゃないかと思ったわ。というと、結局のところ、安全性の意識が欠落していたということだと思ったわ。こんなずさんな管理体制をそのままにしていたというのは、安全性を2の次、3の次にしていたってことなんだと思うわ。会社も国も、まあ、経済危機後にコストカットが行き過ぎてしまって、安全の意識が欠落してしまったと考えるのが自然だよな。ただ、ただ、こういうコストカットを行った結果、という話は日本でもたくさんありそうだね。だからこそ、コストカットだけに力を入れることのないようにして、安全性などの大切な部分を守らなければいけないと思ったわ。本当にその通りだと思うぜ。事故による惨事は起きてしまってからでは遅いのだからこそな。状況によっては難しいかもしれないが、当たり前のことを当たり前にやるというのは、必要不可欠なことなんだ。というわけで、今回の動画はこの辺で。みんなは今回の事故についてどう思った？意見や感想があれば、ぜひコメント欄で教えてね。毎度のことだが、チャンネル登録と高評価、メンバーシップの検討もよろしく頼む。というわけで、ご視聴ありがとうございました。